はい、皆さんこんにちは、オールスタープロレスリング G1 クライマックスのですね、今やるからやるのはですね、優勝者決定戦、はい、ということになります。まあ今勝ち点6でですね、 A ブロックの方が4人並んでいます。まあ今リングに上がっている中西学、そしてこれから入ってくる長野正弘、あとは天山秀吉、長州力とね、4人が6で並んでいます。さあ決勝の舞台に進むのは誰なんでしょうか。長野正弘はこれコスチューム3つも着てますけど、今回着てないですね。コスチュームを着てないということは、これまあその前の試合後そのままという感じなんでしょうかね。こういう演出も入っているんでしょうか。さあ長野がリングイン。30分、1本勝負を行います。熱いですね。青コーナー、186センチ、125キロ、中西学。天下を取る中西学。赤コーナー、186センチ、108キロ、長野。俺が夏男、長州の正弘、長州って言おうとしちゃった。はい、さあゴングです。さあ先制は中西学。いや勝ちたいね。あっと、さあ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 、はい、カモン。さあいきなりの、お座りください。あー片膝ついちゃって、いや僕はこの週末ですね、新日本プロレスのまこまないアイスアリーナに、ね、行ってきました。はい、いやまあね、タイチを応援しに行ったんですけどね、タイチが敗れてしまって、ただね、その後のこう東京ドームにね、まだあのリマッチが組まれているみたいなので、またね見たいと思いますけども。いやでもやっぱりね、新日本プロレスはもう素晴らしいですね、本当にね、花がありますね。まあ、拍手だけでちょっとこう最初どうなるのかなーって思ったんですけども、まあ、確かにちょっともどかしい気持ちはありましたが、でもこう、ね、選手たちも本当にこう見るとね、やっぱりこう勇気もらうっていうか、嬉しくなりますね。今棚橋博士のね、T シャツを、買って帰ってきました。はい、まあ、席はねちょっとあんまり良くなかったんですけども、まあそれでもこうなんて言うんでしょうか、うん、会場に行くだけでも良かったなというふうに思います。さあなんだと、いや今 STF 来たかったんだけど、いけなかったね。さあコブラツイスト、コブラツイストで回していくけど、さあ会場は中西コールの方に変わっていきました。あースピア、スピアです。5分経過、まあ、まこまないもね、本当に10、やばいやばいやばい、新日本プロレスって言ったらね、多分10年ぶりぐらいだったんですよね。僕もその10年前の大会もですね、見に行っていて、その試合はですね、ジャイアントバーナード対棚橋博士が、メインイベントで IWGP ヘビー級選手権試合をね、行った試合だったんですけれども、ちょっとブレイク変わってるけどね。はい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 、久々のまこまないアイスアリーナでしたね。あとはね、もう一個こう月サムグリーンドームとかでもね、
よくやってたことをなんかすごく思い出しました。比較的月サムもですね、ここまではまあ鍛えるものなんですけどね、本当にあの見やすい会場です。はい。次回の機会があればね、皆さんもあの札幌の大会ね、見に行ってください。さあ、これは何を見せていくのか、コーナーに据え付けて、蝶野が、なだれ式のバックドロップ、中西学ぶが真っ逆さま。さあ、ここで、あと足音の字です。足音の字。武藤圭司に届けと言わんばかりの足音の字固めでしょうか。さあ、これはもう中西厳しいのか。いや、そっちかい。コブラかい。お、ギブアップ、コブラツイストで長野の勝ちです。ちょっとフィニッシュとしてはどうだったの感がありますが、まあ良かったでしょう。俺が長野だと、 G1 に駒を進めたのは長野なのか、それともこの後どうなるのか。はい、ということでね、試合が終わって次天山対長州があるのかなと思ったんですけども、どうやらねこのまま決勝戦がね行われちゃうみたいですね。あ、上位2人とかじゃないんだね。いや、なんかなんか天山と長州に申し訳ないな、すごく。長州は、長野に、まあそういう感じなのかな。でも天山、長野に勝ってるからね。なんかこれわかんないけど、まあ、もう仕方ないでしょう。はい、優勝決定戦です。赤コーナーより蝶野正弘入場。さあ、まずは黒のカリスマ G1 夏男蝶野正弘がこのリングに向かいます。天山、長州、中西、そして長野、激闘を繰り広げた A ブロック。長野正弘はこの日、これ3試合目っていう設定なんでしょうかね。はい、またもコスチュームを着ないで、もうそのままの入場になってます。さあ、武藤圭司、相手にとっては不足なし夏男、G1 取れるか、蝶野正弘です。青コーナーより武藤圭司入場。さあ、 B ブロックはこの男です。全勝、勝ち点10、ぶっちぎりの強さで駆け上がってきました武藤圭司。さあ、ティーム2000対 NWO ジャパン、その戦いが G1 決勝の舞台で見られます。時間無制限、一本勝負を行います。赤コーナー186センチ108キロ、蝶野正弘。さあ、ここまで来た蝶野正弘。青コーナー188センチ115キロ、武藤圭司。
全勝優勝なるか、武藤圭司。はい、ということで始まってしまいました。いいですね、これっぽいですね、すごくっぽいですよ。外れちゃった。よしよしよし。武藤圭司は今ね、小川義成と組んですごくね、こうノアを引っかき回してますね。さあコーナーに振りました。とあ、両足のドロップキック。さあコーナーに、あっと、フライングニールです。フライングニールキック。さあ喧嘩キック、蝶の仕掛けが早い、仕掛けが早い。さあ武藤圭司に起きて破りの足音の字固め。これは裏を返して、はい、ノノ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 ノ。さあなんとかほどいていきました。いやー、もうなんだかんだでね、これもちゃんと決勝までやれましたね。まあこれがね、オールスタープロレスの最終回ということになりますが、よし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 。グラフィックはね良かったけど、やっぱりこう試合が結構ね、どうしてもしょっぱいっちゃ変ですけども、よしよしよし。こういうの、こういう動きはね素晴らしいんですけど、試合がねちょっと、もうちょっとね、なんかこうやりやすかったらよかったなっていうのもあるし、変な技にね決まっちゃったりするのも多かったので、それがねなかったら本当に素晴らしいゲームだなと思いました。まあただ本当にこうプロレスのねゲームとしては、動きだけを見ればね、かなり今でも全然遊べるゲームなんじゃないでしょうか。さあこれは、あーっと、ハーフボストン、ハーフボストン、ハーフボストンです。さあお互いに足を攻めていく、そんな序盤の展開ですが、あーっと当たってしまった。さあ5分が経過しました。あっという間の5分です。さあ会場からは武藤コールが蝶のコールに変わります。さあ今日2発目のフライングニール、そしてさあ後ろに向けてコーナーに乗っける。さあ中西もこれでね流れを失いました。さあバックドロップ、雪崩式のバックドロップ、雪崩式のバックドロップです。さあカウントに入る。嘘でしょ。はい、ということで、G1 クライマックスがね終わりました。ちょっとねもうちょっとこうなんかあってもよかったんじゃないかなと思うんですが、いやーなんかショックですね。まあただねこのね、ジュノクライマックス優勝のこの小切手とかもなんかすごく雰囲気が出てていいなと思います。さあ坂口さんが引いてですね、まあこれで、終わっていきます。はい、ということでこれなんかエンディングみたいな感じなんでしょうか。いやーもうちょっとなんかあってもよかったよな。これ今の試合のリプレイとかなのかな。こんな感じだったよね。そうハーフボストン でこの後確か武藤がそうドロップキックをして、で次ね低空ドロップキックを、するはずです。エンディングっていうかこれ俺のリプレイじゃんねえ。
やっぱりキンコロだな。やっぱりキンコロだな。うん、やっぱキンコロですよ。うん、やっぱキンコロですよ。さあ、このねフライングヒールキックからの、そうですね、はい、これでですねこの試合は終わってしまいます。いや、もうちょっとなあ、なんかこれファン怒るでしょうっていうね、そんな試合でしたね。まあどうだったんでしょうか。はい、ということでカン終わりました。以上をもちまして本日の試合は全て終了となります。ありがとうございました。